大西洋平はテレビ朝日のアナウンサー。兵庫県三木市出身。兵庫県立尾の高等学校、立命館大学経済学部卒業後の2007年にアナウンサーとしてテレビ朝日に入社した。体重は2007年入社時7 5ラム、2015年時点で1 0 0ラム。太り気味なため、口述する番組のコメンテーターを兼ねる視聴者からは、 親方という愛称をつけられた。テレビ朝日への入社後は、スポーツ中継や情報、バラエティ番組を担当。2007年10月から2011年3月までは、スポーツアナウンサーとして、ワールドプロレスリングの実況陣に加わっていた。2011年4月からは、情報満載ライブショーモーニングバードの火曜日にコーナーキャスターとして出演。 髪型が栗の実に似ていることから、同番組では栗さんと呼ばれていた。なお、じっくりサーチというコーナーも、ひとじきあった。モーニングバード、への出演で一時スポーツ中継から離れたが、2012年からスポーツアナウンサーとしての活動を再開。スポーツアナウンサーだった、古沢拓が宣伝部へ移動したことや、吉野正春がロンドンオリンピックの取材へ派遣されたことから、 同番組にも復帰している。ちなみに、高校生時代の2002年には、第49回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、兵庫県大会の上位入賞者として、同年夏の全国高校野球選手権大会の開会式で6代目の司会を務め、その後に開催された全国大会朗読部門で優勝、文部科学大臣賞を受賞した。 テレビ朝日への入社後も2008年から2010年まで朝日放送への派遣アナウンサーとしてネットを甲子園でナレーターを担当。2012年から2014年、2017年からは朝日放送のスポーツアナウンサーと共に全国高校野球選手権大会テレビ中継の実況を務めている。ありがとうございます。